ホーム最終戦のヴァンフォーレ甲府、開始早々ジェフ千葉陣内に攻め込みます。左サイド、右サイドから藤田のクロスに山崎の今シーズン2点目となるゴールでヴァンフォーレあっという間の先制です。対する24分のジェフ、水野のコーナーキックからディフェンダーに当たり最後は阿部、ジェフ同点に追いつきます。38分のヴァンフォーレ、フリーキックのチャンス、キッカーは藤田のゴールは今シーズン2点目。ヴァンフォーレ2対1と突き放し後半に向かいます。後半13分のジェフ、途中出場の19歳青木の見事なスルーパスに抜け出した羽生、そのままシュート、ジェフ同点に追いつきます。さらに33分のジェフ、羽生の折り返しに青木、出場2試合目青木の J 初ゴールでジェフ3対2の逆転勝利です。ヴァンフォーレはホーム最終戦を勝利で飾れませんでした。ジェフは連敗を5で止めました。ジェフの水野は警告の累積で最終節出場停止です。